言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。親知らずを抜いてきまして、ちょっと顔が腫れているので触らなければ痛くないんですが、見た目的にあんまり良くないかなと思ったんでラジオ配信で失礼しますけれども、ナンバーアイの東京ドーム2日目の公演が話題になっております。1日目に関しても皆さんのレポートで見させてもらいましたが、前半何曲かだったりとか、全てのアーティスト撮影 OK という形だったりするものですから、 IMB とか三宅くんとか北山くんとかも含めてみんな上がっている動画がありますね。ナンバーアイに関しては富士を最初に歌うというところのようなので、そこだけ上がっているっていう形が多いです。多いっていうか、まあそこしか上げるところはないというかね、そういうことになってるので、もしそれ以外が上がっていたらおそらくはちょっとそれは違うよっていうことなんだと思います。なんですが、これはその BE:FIRST や BMSG の方とかでもあるんですが、そういうことで例えばネット上でまあやってはいけないことをやってる人がいたとします。基本ファン同士で糾弾し合うっていうのは何にもいい効果を得ませんっていう形で、私の方の BE:FIRST のところのね、スカイハイ社長も言っております。やるものは全部運営がやりますので、そこはね、まあこういうことをすると運営の方からなんていうか注意されてしまうかもしれないなっていうふうに思うぐらいでいいかなと、言葉強く糾弾するとかはしなくてもいいかなと個人的には思っているところです。はい、ということなんで富士に関しての話ですね。やはりで、曲の演出と歌唱の変化などの話題だったりとか、あと今回ね、私平野くんと岸くんのラップを結構語った気がするんですが、神宮寺くんのラップを今回語ろうかなと思います。以前その夫人の歌詞に関してヒップホップオタクだったり、自分もちょっとラップをやってた人間としてインフンでるところだったりとか、いろんなフローの仕方とかそういったところを動画にさせてもらいましたが、実は飛行船の上みたいなところのやつが岸くんではなく神宮寺くんだったという形でご指摘も受けまして、実際ね、今回神宮寺くんがそこを歌っているところも上がっていますので、でそれを見た時にわすごって思ったんですよ。鳥肌が出ました。まあ曲の方はね、私の耳が節穴だった可能性もあるんだけど、加工が少しだけ声に加工とかを少し施していた感じで、それがその岸くんのクレイジーキャラの感じに、富士だったりゴートだったり、まあゴートのクレイジーキャラっていう方がいいかな、その感じに似てたものですから、完全に聞き間違えてしまいまして失礼いたしましたということなんですね。でその件もそうなんですが、曲の演出、特に最初のところ1日目は大きいモニターで、東京ドームの大きいモニターで、赤いこのモニターのところが何も映っていなくて、そういう感じだったようなんですが、2日目は3人の顔が大きくバンって映ったりなんかしてるところがあって、演出の方も日々更新、日々ブラッシュアップで、現場でのそういったものを全て反省点と改善点として生かしているということで、これはすごいなと思いましたね。で神宮寺くんが演出にも携わっているであろうというそういうポストをたくさん見かけまして、確かにその神宮寺くんがそちらにも携わるっていうようなことの話は聞いたことがあるので、ですね。まあ結局演説もろもろに携わるっていうところはね、その演者側がやるっていうパターンも、例えば彼らの旧事務所でもやる方もたくさんいらっしゃいますし、 BMSG に関してはそこはアーティストはやっていないかもしれないな、わかりませんが、私たちが知らないだけでやってる可能性はありますが、はい、ということですね。であとはナンバーアイの3人がファンの動画を見てくれている証拠の MC が話題ということでね、平野くん、神宮寺くんが本当に岸くんを好きなんだなって再確認もできる内容だったりもしました。すごくほっこりしましたね。はい、で、それもあるんですけれども、まあやっぱりね、ナンバーアイのその3人が歌ってる時と MC してる時のギャップっていうのがものすごいなっていうところもありつつだし、富士以外の楽曲に関しても私も17日の配信をね
イヤタイにできそうにはないもので仕事ですんでね。だから後々に見ることにはなるとは思うんですけれども、今回の2日目のね、今回語るのは神宮寺くんのラップですが、もちろん他の上がっているものも見ましたよ。見た感じでやっぱりすごいぞと、この3人はすごいぞと改めて思ったところがあります。はい。で、そうだな、ラップは最後にしようかな。歌唱の変化、あの曲の演出というか淵の演出と歌唱の変化っていうところですけど、やっぱこう例えば神宮寺くんが前よりオラついているって感じだったりとか、やっぱりこう曲のアレンジとかもいろいろやってるというか、ラップっていう歌唱法がアレンジを加えやすいっていうところにあったりするし、あとこれはプロのラッパーもよくやることなんですけれども、その場のノリとかお客さんのテンションとかで歌い方だったり変えたりするし、あるいは本当に歌詞すら変えちゃったりするようなこともあるわけですよ。まあラップっていうものがね、いいところはそういうところだというふうに思います。ボーカルはやっぱり決まってるラインとかね、その言葉でここはこう伸ばすとか、ここはこう頭に響かせてとか下顎に響かせてみたいな歌い方があるから、そう簡単に変えられないけど、ラップの場合もそういう基本の響かせたり音程を取ったりっていうところはあるんですけど、歌よりはこうなんていうかアレンジを聞かせやすいっていうところでもあるわけですよ。だからそこの部分が、特に富士っていう楽曲、ゴートもそうだと思うけど、富士は結構テンションの変え方とか音の取り方とかリズムの取り方とか変えやすいんだなっていうところもありつつ、でさらには演出のところだけじゃなくて歌唱とかも変化させることによって、やっぱりこうね、特別感といいますか特別な部分っていうのを出すんだろうなっていうところではありますね。まあデビューとしてはナンバーアイはね、まだデビューしたばかりとはいえ、まあこれは言うまでもないですが、3人ともキャリアは相当長いわけだからね。それはね、しかも大きいステージをたくさん踏んできた3人ですから、それはもちろんそういうところのさじ加減というかテクニックというかね、そういうところはもう容易にできるんだろうなっていうふうに思います。まあテクニックとかさじ加減とかではなく、みんなに伝えたいっていうところが一番だと思います。はい。彼らの愛情と感謝リスペクトを皆さんに伝えたいんだというところが一番だと思います。大事なので2回言いました。そしてナンバーアイの3人がファンの動画を見てくれてる証拠の MC という感じですけど、なんか平野くんがたまたま見た動画で、その岸くん、岸くんっていうかナンバーアイの動画を撮ってる時に、観客の方の声が入っていたと。で、岸くんが富士の中で英語でいろいろと言うところがあって、そこに対しそのファンの方か、あるいはその周りのファンの方が、岸くんこんなこともできるなんてみたいな感じのことを言ってたっていうのを平野くんが見て、それですごい面白かったみたいな感じで、でもその自分の MC なのに自分自身のことじゃなくて岸くんのことをそこでね言う平野くんが、本当に岸くん好きなんだなって再確認できるしね。神宮寺くんもそうだし、で岸くんもそれに関してね、なんか俺が変な人に見えちゃうからみたいな感じに言ってたけど、変な人には見えないと思うけどね、なんかそういうことでした。それがたまたま上がっておりましてね、でもそういうところ含めて、要するにね、岸くん好きなんだなっていうところもそうだし、岸くんも2人がね大好きだろうし、3人が3人ね、愛とリスペクトで非常にこうね、いいトライアングルができているんだろうなっていうところを改めて感じたところですよ。そうで、これがやはり意味するところが、3人がファンの動画を見てくれているっていうことですから、これはおそらく以前の事務所にいた時はナンバーアイタンの皆さん、これは絶対になかったことですから、だからそれもしかしたら彼ら3人が皆さんが上げた動画とかね、それを SNS に上げたものを見てくださっている可能性があるっていうのは、これは非常に嬉しいですよねって思います。そう、なんかでもそういうことも普通に言っていくんだなっていう、そう、例えばですけどラジオでそのダンス動画というかダンスリアクション動画とかの話もしていたので、あ、これはすごいぞと、まさかでしたよ。さすがにね、そのリアクション動画とかファンが撮った動画について MC とかラジオで言及するっていうのはさすがにね BMSG もやっていません。スカイハイがたまにやってたけれども、でも基本的にはやりません。だからすげえぞと普通に思いましたし、ファンも嬉しいだろうなって思います。
嬉しいでしょうし、あとはそのまあこれはその愛情っていうところとちょっと切り離してあえてビジネスで語ると、そういうふうにタレントが言及することによって、まあダンスリアクション動画もそうだし、歌唱リアクション動画もそうだし、そういうふうにライブに行った時に撮っていいところを上げるっていうモチベーションにもなるかもしれない。うん。ね。でもそれはもちろんね、やはり私は前動画でも語ったんですが、そういう撮影 OK っていうところも BE:FIRST やスカイハイに関してもあるんですけど、私は撮りませんので、うん、だからそこはね自由だと思います。そう、私はその場で感じたものをっていう感じにしたいのと、あとね、まあそれもあるんですけど、まあ今カッコつけてね、私はポリシーで撮りませんみたいな感じで言いましたけど、あ、そう、実は本音を言いますと撮るの下手くそなんで、私動画はい、YouTube 動画はね、定点にカメラを設置してるからいけるんであって、ライブ撮るのとか無理です、私はね。はい。そういう自虐ネタをちょっと挟みつつでね、次に行こうかなと思いますけれども。はい。まあそういうことですよ。ねえ。いや、多分私が見てないいろんなものも上がっていると思うからね。うん。そう、まあそれもあるんですけど、そう、だからね、自由なので、推し活は自由で参りましょうという感じですよ。私はだから皆さんが撮ってくれた動画なんかを、まあ、自分が行ったライブでもあげるし、今回見たく現地に行けないね、ナンバーアイ含めた 2B のライブでも皆さんのそういったものを見て、あ、すごいなとか、あ、うまいなとかね、まずね、撮り方うまいなっていう感じの人も本当にいます。なんか、若い方なのか、でもどうなのか、でも最近そうでもないですよね。若くても苦手な人もいれば、ね、いろいろといますからね。私は苦手。あつか若い頃からずっと苦手。はい。で、神宮寺くんのラップについてなんですけど、これはその岸くんと平野くんが言ってましたが、神宮寺くんは憑依型だと、曲に本当に憑依して、何個かを持ってるんだろうみたいな感じのことを感じるっていうのを、前の JA? のところでね、ジョージ・ウィリアムスの番組で言ってましたけどね、ラジオで。憑依型。富士はハードコアな楽曲でございまして、なんだったら2000年代の感じをそう感じます。うん。で、ハードコア、2000年代ヒップホップのハードコアな感じっていうところを私が真っ先に感じたのは、多分神宮寺くんの憑依の影響が一番最初にまずあった。まずそこから語ります。まずはワンバースのところ、前ちょっとね解説させていただきましたが、息を多めにしてまずはワンバースみたいな感じで言うところのところなんですけど、あれはその歌唱のスキルっていう部分と同時に、2000年代のそのハードコアラップっぽさっていう部分を、だからその演技みたいな感じに近いとは思います。つまりおそらく神宮寺くんは段階で、神宮寺くんだけじゃなく平野くん、岸くんもそうだと思いますが、段階でおそらく2000年代のハードコアラッパーの役柄を自分に表示させた。で、そのままラップにして彼のスキルで解き放つ。で、息を多めにしてハードコアっぽさを出すみたいなところ。うん。そこがやはり一番最初の、まずはワンバースのところで一気に世界観を引き込むっていうところで、それをするのが神宮寺くんが、まずおそらくは平野くん、岸くんではなく神宮寺くんが一番向いているっていう風に3人で決めたのかもしれません。はい。っていう風にまず感じました。うん。で、今回、神宮寺くんのラップで、そこの部分もそうなんですけれど、まあ、とある方がやはり挙げていたところで、神宮寺くんの実験みたいな感じで、その定点カメラみたいな感じで、そう、平野くん、神宮寺くん、岸くんで、こう、一人ずつね、挙げている方もいらっしゃいましたんで、でその中で、平野くんや岸くんのもたくさん見ましたけれども、神宮寺くんのとあるやつを見たときに、ラップのところ、アイフィル乗り込んだ飛行船の上からスペシウム光線寝ぼけたままのところね、ここをラップするときに、ね、乗り込んだ飛行船の上からスペシウム光線っていうところなんですけど、これ非常に難しいラップなわけですよ。私がその岸君と勘違いしてしまったのも、ゴートでの岸君 のトリッキーなラップがあって、これこういうことをやるのは岸君だろうって思い込んでしまったところだったりしたところもありつつで、うん。で、この部分をまず足腰鍛え上げて今会いに行くのところの後から受け継いで入るじゃないですか。まず入るところとかも大変なんですが、そこをだから
なんか音程も多分これ取りながら、あのよく聞いたら皆さんわかると思うんですが、ラップなんですけど、これ音が入ってるんですよね。あの乗り込んだ飛行船の上からスペーシウム光線ラララナダダ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 ダみたいな感じで、まあピアノとかでも多分出るけど、でもちょっと普通にね、あのハミングっていうか言葉はなく、今聞いてもらったらわかると思うんですけど、ラララダダ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 みたいな、普通に考えて結構こう音程として歌としてはだいぶ特殊な音程だと思いません？なかなか今の感じの 歌い方というか、いろんな曲がね、邦楽洋楽問わずありますけど、あんまりないっすよね。でこれをあの結局のところドームの、ね、中でのいろんな音響の反響とかもありつつだし、観客の熱狂とかもあるし、その中で自然にすごくスルッとぬるっととあのラップに入って、あの韻とかアクセントの取り方もスッとやったところで、しかも表情とかその佇まいとかが完全にハードコアラッパーのそれだったんで、なんかほんとこれすごいぞと思いました。だからこう三位一体とかね、三人よりは文殊の知恵みたいな感じで、三人っていうね、三っていう数字は安定の数字みたいな感じでもありますが、もちろんね、あの以前のグループ5っていう数字に関しても非常に素晴らしいと思っているしね、あのスマップもね、まあ、森くんもいた時期もありますが5人で長くやっていましたしね、そういうこともあるので、まあでもね、このやはり三位一体と言いましたが、神宮寺くんの憑依型のパフォーマンス、あの平野くんのスター性とラップに関しては低音でがっつりとハードコアに決めるところ、で岸くんのトリッキーにあの言い回すところと、あのコミカルなキャラも演じられるところっていうところがいろいろ相まって非常にバランスがいいなと、ラップユニットとしても非常にバランスがいいと思います、はい、っていう形でね思いました。で岸くんと平野くんのラップは当然すごいのですが、神宮寺くんも同じぐらいすごいというか、むしろ大事な局面を今回この富士に関しては任されているなっていうところも感じたもんでね、ちょっと語らせていただきました。本当にね、2日目いろいろ演出の変化とか歌唱の変化も含め、で何倍の3人がファンの動画見てくれているっていうことも含め、で岸くんのことを2人も大好きだなんていうところとか、もちろんね3人が3人でも大好きっていうねところと、それからあの鳥肌が出た神宮寺くんのラップについて語らせていただきました。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランファンパースでした。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございました。私は BE:FIRST のファンでございますが、最近ナンバーアイにも非常に注目をしております。 2B 含めてっていう形でございます。皆さんにお願いがございまして、今登録者数2万人を私目指しております。ここにもね書いてあると思いますが、あの理由といたしましては、あのボーイズグループはじめとした J-POP カルチャーを世界に発信っていう形で情報共有をするっていうことで、自分なりの意識も最近とても芽生えてまいりました。その流れの中で新規の方もたくさんいらっしゃいますので、あの登録者数が多い方が説得力があるといいますか、そういう形で皆さんが来やすいというところもございます。有用な情報を発信するという意味合いで、私も自分なりに自信もそれなりにあります。なのであの今目指しております。登録まだされてない方はお願いしたいんですが、登録するっていうことに関してご心配の方もいらっしゃると思うんですが、 YouTube のチャンネル登録は無料ですし、登録したところで個人通知も来ませんし、変なサイトに誘導されたりも一切ございません。で仮に私の動画が合わないなと思って解除する場合も、私の方にも通知も一切来ませんし、何も問題がございませんので、一度よかったらまだ登録してない方はあの登録していただけると嬉しいです。はい、もう登録してくださっている方はありがとうございますっていう形でインフォメーションさせていただきました。それではまた。